皆さんこんにちは、ホムラでーす。どうも、ゆんです。ジオルでーす。サンドです。やる気出せよ。サンドです。はい、せーの、よろずやです。今日は何するの？いつも通り何なの？今日は何？はい、ということで、はい、今回は、はい、100の質問コーナー。やったやったうるさいなぁ。楽しみだわ。ということで、今回は事前に視聴者さんたちに質問募集したりしているので、はい、はい、まあ、あのメモにね、書いてきたんで、はい、それに答えていきたいと思います。本当に100個答えます。マジ100個あります。はい、ありがとうございます。質問、実写動画が楽しみだった人はチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。はい、ではもう、いつもみたいにさ、マイクラで書いてる感じで書こうよ、ここで。あ、いいね。全部書くの？いや、違う。あ、質問コーナーね。そう、100の？さあ、映るか。さらに1000はない。普通にないから。用意してない、用意してない。100の質問コーナー、よいしょ。では質問コーナースタート。やったー。1番、名前は何ですか？ホムラでーす。ジェルでーす。ユンです。お前言うなよ。はい、じゃあ、次、何歳ですか？何歳ですか？じゃあ、若い順から、はい、いきます。はい、23歳です。違う、はい、今年24歳になりました。で、ユンちゃんとゼル君は？僕は17です、うん、あれ、ユンちゃんは？はい、じゃあ次行きます。寝ちゃった。秘密らしいです。内緒らしいです。ごめんなさい。はい、じゃあ次、血液型は何ですか？B 型 RH マイナス。マジで信じてびっくりした、あれ。はい、僕 A 型です。嘘つけよ。嘘つけ。嘘じゃん。そうじゃん、O の顔だよ。うん。で、ユンちゃんは？私はジャール君と一緒です。 B なんだ。はい、じゃあ次いきます。学生時代何部でしたか？バスケ部です。フェンシング。フェンシング、うん、初公開。多分初公開。すごいね。すごい。ホムラ君、あ、俺分かるよ、ホムラ君。何？なんか、あの、弾打つやつ。なんで知らねえんだよ、ちょっと正式名称。野球ね、野球。打ったりするやつね。うん。はい、じゃあ次いきますね。はい、もうガンガン行かないと終わんないよ。はい、じゃあ次、はい、好きな季節は？冬。僕は春です。秋です。俺も秋。はい、じゃあ次いきます。はい、好きなお菓子は何ですか？片揚げ。ポテト。カラメルコーン。僕、ペタググミマジで食ってる最近。何？ペタググミ。何？何それ？なんか、ぶどう味のうまいグミ。まあ、僕は弾力性があるグミが好きなんで、タフグミですかね。あ、いいね。僕も好き。好きな曲は？うわー。あー、僕はわからないです。ボカロです。あー、J-POP。 俺最近、あれだな、やっぱヒゲダンだな。オフィシャルヒゲダンディズムですね。いいですね。僕は大好きなの。全部知ってますから、曲。好きな教科は？ない。え、ない。もう、まあ、ないか。ない。体育とかじゃない。ない。嫌い。全部嫌い。俺体育好きだったけど。嫌い。全部嫌いだろ。全部嫌い。休み時間。休み時間は教科じゃないよ。次は、苦手な教科は？苦手なの、僕。全部。古典が苦手です。あー、一番習わなくていいやつね。いや、そんなこと言うなよ。一番必要のないやつね。歴史必要だから。はい、しました。はい、ということで、次は、元気ですかっていう質問が。元気でーす。はーい。元気な人。ハワイユーって言われてる、ハワイユーって。I'm fine! そしたらみんな I'm fine, thank you って言わなきゃいけないでしょ。はい、はい。はい、fine。ファッ。おー、言い過ぎ。じゃあ俺読むか。まだ10問しか読んでない。やばいよ、スピードでいかないと。巻き遅い。いきますよ。パッパいかないと。マイクラ以外の好きなゲームは何ですか？はい、バロラントです。エーペックスです。原神です。おー、大好きです。俺も原神好きだな。イエーイ。誰が一番身長高いか。はーい。はい。はい、みんなで。はい、それでしょ。一番小さいです。
インドア派、アウトドア派？インドアです。インドアです。インドアです。めっちゃインドア。アウトドア。嘘つけ。嘘つけ。もう一番外出れてないから。そうだよ。気持ちは、気持ちとラインはアウト、アウトですから。なるほどね。なるほどね。好きな飴の味は？いちごって言いたいところだけど、グレープですね。僕メロン。あ、メロンいいね。メロン好き。オレンジからみかん。私はソーダです。あ、好きなジュース。好きなジュースコーラ。カルピスウォーター。ライフガード。ハイボール。おお、じゃねえだろ。負けじゃねえか。キュンポーズして。キュンポーズ。あ、そっちか。やべ、よかったサンド。お前中指で突き出さないで。マジそれやったらやばいよ。好きな動物は？好きな動物、猫。もう猫なんですよね。は？実は。お、猫。人なの？え、嘘です。こいつ犬です。うん、はい。あ、同族嫌悪ってやつだね。そういうことか。メンバーを動物に例えると。え、こいつ置いといて。犬。ゼロは犬。俺が、うん、百獣の王のライオンで。うん、あれ。で、小村くんが、うん、まあ、猿で、チンパンジーかな。チンパンジー。で、ユンちゃんは、ユンちゃん、あれ、なんか、キリン。どういうこと？どういうこと？なんでなんで？特技は何ですか？特技？特技は、はい、声がでかい。歌がうまい。元気。僕、耳動かせるんですよ。あ、来たー。やってみて、やってみて。やっと披露できる、実写動画で。何人に一人だっけ？千人に一人。うぇーい。見える？ほら、これ。うわ、わかりづらい。ほら。動いてるのこれ。動いてる、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 すげー。これ、確か長野めいちゃんとかもできます。おー、っていうことは実質長野めい。ほぼ長野めい。実質長野めい。じゃあ次20問目。はい。初デートはどこに行く？はい、水族館。いや、僕、あ、映画、映画館。公園ですかね。変なこと言うなよ。カラオケ。あー、無難ですね。初やから思った。いや、行かないよ。はい、じゃあ次私が読んでいきます。30問目からですね。21年21問目からでした。幽霊は信じますか？信じません。信じない。割といると思ってます。私も信じます。はい、じゃあ次の質問いきます。はい。ファンミは開く予定はある？あー、ファンミはですか？予定はないけど開きたいよね。でもマジで開きたい。うん、来年やってみる。やってみるか。やりたい。面白いね。いや、でもなんか一つの指標としてさ、やっぱ、うん、いろんな人にグッズを買ってもらう。まずだから、その前段階でやっぱグッズを買ってくれないと。お願いします。誰に対して。元恋人は何人いますか？片手で数えられるぐらいです。3かな。ゼロ。なんでだよ。ヨロゼロの中で一番モテる人は僕です。お前なんでゼロなんだよ。怒られたこともないから。そうでしょ。キュンとする仕草を教えてください。目合わせて笑ってたら、うん、うわ、全く同じことした俺。あ、同じ。マジで目合った時ににっこりしてくれる。そうおーってなるね。俺も父バーンってそういうこと。父をブーンってやったら性欲の塊すぎるな。視聴者さんのことは好きですか？もちろん。マジで好き。イエーイ。イエーイ。キュンです。キュンだよ。よろずやの皆さんは何フェチですか？匂い。で、声。うなじかな。何うなじフェチってお前。でランキングつけてみろよお前。うなじ。うなぎ。うなぎじゃなくてうなじね。うなじか。はい、次の質問いきます。恋人はいますか？いない。いない。はい。したらこんな動画撮るか。悲しいこと言わないでよ。学校のスタジオ借りて。はいはい、次の人は。一番されて嬉しいコメントは？あ、僕ね、うん、何分何秒、ここおもろい、マジで好き。あ、そうだね、それ自分のシーンだったら特に嬉しい。絶対見る、それ、そういうの。あ、でも俺、見てます。俺そのシーンでゼアル君入ってても見たことない。僕も見たことないです。悲しい。じゃあ次、30問目の質問です。はい、はい、メンバーでやりたいことはありますか？ない。ない？ないことある？俺個人的に、うん、なんか実写みんな見てて楽しいんだったらまたやりたいけど。そうね、そうだね。スポーツ企画やりたい、うん、じゃあ、ゼアル君お願いします。31問目。はい。死ぬまでに行きたい場所はどこですか？
オーロラ見に行きたい。あー、わかる。北極とか行きたいわ。オーロラだわ、俺。俺、アメリカかな。行ったことある。でも英語は、うん、できないです。なんだそれ。ダメじゃん。ダッサい。はい、みんなの長所。一人一人言ってく。3人で1個考えたじゃん。あー、オッケー。じゃあ、ユンちゃんのは素直。そうね、素直じゃない。素直。天然。あー、まあいいのか。いいところ。野村くんは、じゃあ野村くん、しっかりしてるところかな。それお前なんで適当だろ。お前もなんか1個ぐらい言ってみろよ。優しいんですよ、野村くん。めちゃくちゃ仲間思いって。そうそれは本当にそう。ありがとうございます。ゼアルくんはナルシスト。いいとこ。でもこの活動していくにあたってナルシストってすごいいいことだと思うから。いい意味でナルシストだ、うん、ありがとうございます。うん、悪い意味でもナルシストだけど、うん、うるせえ。じゃあ次俺は、じゃあ次の質問から。おい、おかしいな。みんなの本当に言っちゃったよ。かわいそう。みんなの短所はどこですか。もうそこね、俺のを言わないこと。お前らは俺の言わないこと。じゃあジアル君は。僕はないかな。まあ、そういうとこだよね、うん、そういうとこが悪いとこなの。反省をしない、うん、短所。はい、キモい。はい、はい、これサンドの悪いところ。これサンドの口が悪い。尊敬している人は。まあメンバーつながりで行くんだったら、うん、俺はサンドの。ああ、まあなー。そうだよね。ちょっとサンドの、まあ、最後まで聞くわね。気持ちいいな。まあでもちゃんとふざけるところはいいなって。そうそう、すごいよね。そう、はいはい、はい、早く座って。もう、あと、もう、はい、好きな YouTuber。 僕は、そうですね、はじめしゃちょーさんがめちゃくちゃ好きです。ああ。YouTuber だとヒカキンさんじゃない。うん、まあ、すごいね。すごいよね、普通にね、うん、ちなみに見たことある。当たり前だろ。いや、違う、実物。あ、生で、ね、生で、おー、すごい。生で見たことある。どうだった。いや、ヒカキンさんだそうだよね、そうだね。そりゃそうだ。一番頭のいい人は。これ僕って言いたいところなんですけど、でも勉強だけで言うなら俺はもう多分下だよ、うん、だって興味がないから頑張れないんだよね。本当に言うなら私もやらないので勉強下です。地頭の面で言うと小村くんの方が上なんじゃね。うぃー、わかんねえ。この中で一番絵心がある人は。書こうぜ。やだよ。対決するべきだよね。地ねえやん、もう。何学はい、貸して。キリン。これゼアルくんね。ゼアル作。はい、一緒じゃん。なんかあれ、いや、うまいでしょ、僕の方が。あれなんか、あれ病気お前、病気とか言うんだよ。ね、これ俺、どう。怪物？怪物です。なんかパンチしてない？してないよ。本当だ。じゃあここ木のいらんよ。木、いや、草食べてる。草なの、それ食いすぎだろ。あ、うまい。立体的だ。これ言うんです。もう立体的か。本当に気持ち悪い。おい、ゼアルやめろよ。おい、サンダー。手が違うだろ。決めポーズ写真。はい、チーズ。はい。はい、チーズ。ふすくしょタイムです。ダイヤー。何このポーズ。受験生に一言。勉強辛いと思いますけど、まあ、その分報われますので、頑張ってください。必ず努力は報われます。まあ、苦手なことをね、挑戦するっていうのはすごい大事なんで、皆さん大変だと思うんですけど頑張ってください。今やってたら後々楽になるので絶対にやってた方がいいです。頑張ってください。はい、まあ俺は受験勉強とかな、全部推薦で行ったからしたことないけど。次のいいよ。そのまあやることにね、やっぱ意味があるんで、皆さん頑張ってください。あ、落ちた。もう適当。お前最低だな。でも今サンドが落ちたおかげでみんなが受かりますから。これやるためだけにやる。ありがとうございます。、はい、知ってる YouTuber に電話して。よし、電話する。本当に電話する。じゃあ、白クルさんにする。いいよ。出てくれるかな。わかんない。出てくれそう。お出てくれ。無理でした。白クルさんダメやった。
別の人行く？誰いる？誰がいる？学名のアニメ屋さんとか。あー出そう。ゆんちゃん電話かけたら？かけていい？うん、かけてみて。出てくれるかな？難しそうですね。出なさそうですね。そうですね。俺は何の人望もないよ。ということで、答えです。やばい、ちょっと待って、やばくない？やばいです。長いね。何問今これで？今40個らしい。まだ半分もいってないの？そうだよ。はい、41問目ですね。はい。最近何のアニメ見てますか？呪術廻戦見てます。あ、俺も見てる、呪術廻戦。おぉ、ガチで面白い。あの花っていう感動する系のやつ、まだちょっとしか見てないけど。まずスパイファミリーかな、じゃあ被っちゃってるから。あ、確かに。最近のおすすめのものは、これ、リボン、これ。はい、じゃあ次いきます。はい。TikTok 撮ってくれたりする？もう TikTok？ そんなのやるわけないじゃん。はい、次の質問です。はい、はい、メンバーカラーはどうやって決めた？僕好きだったから普通に紫にしました。え、もともと緑だった。もともと緑だからね。まあ、確かに。え、でもすごいよ。でも小学校からずっとで。すごいね。そうなんだ。何組とかも緑結構多かった。なるほどね。緑好きなんだね。新メンバーは募集しますか？はい、します。いや、してるけど来てないってだけだから、ずっと。うん、YouTube やって、俺なら入れるって人は DM ください。おぉ、一番真ん中。はい、皆さんのお気に入りの動画は何でしょうか？僕ありますよ。何でしょう？嘘発見器。あれ僕見たけどひどかったもん、あれ。あの動画はね、やばいね。問題のシーンこちらです。じゃあホムラ、いいよ、軽いやつ俺にかけろ。じゃあ行くよ。はい、じゃあお願いします。じゃあみりんって10回言ってください。みりん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 。鼻が長いのはみりん。それはちょっと質問の意図が違うな。本当はキリンなんだろうけど、面白いかなと思ってみりんって言っちゃってました。あの、鼻が長いのはゾウです。あの、キリンは首です、長いの。でも、それで髪の毛落ちないってことは本当にキリンだと思ってたってことね。本当に思ってました。はい、撮影で一番大変だった動画は？最近これ。あ、これマジこれ。やばい、今これ半分いった。これだって、今何問目？今47。これまだ半分もいってないの。やばい、大変です。はい、次いきます。よろぜに入った理由は？実況したかったからです。みんなと楽しくやりたかったからです。まあ、知ってる人が募集したからかな。お金儲け。本当に入ってない。ここでよくない。リーダーリーダー。よくないか。まあでも楽しくやりたいなっていうのが一番ですね。はい。テストの最高得点は？はい、100点です。まあ100、でも100じゃない？取ったこと。最高だもん。最高は100だよ、そりゃ。小学生省いたら95点とか。テストの最低得点は？ゼロ。2点。これは覚えてます。僕3点です。嘘でしょ、みんな。でも30とか2、あ、違うわ、おかしい。26とかじゃない？確か。いや、学校が簡単なんじゃない？そう、簡単じゃないわ。ちなみに0点の時本当に何の感情もないから。なんで？なんか3点とかの方が、やっちまったとかじゃないの？3点とかの方がうわってなるけど、0まで行くともう何も感じないから。あー、そっかそっか。そう、もう何も感じない。でも分かりきってんじゃん、0なの。はい、じゃあということで次51問目なんでチェンジ。はい、じゃあこれか。はい、パパ行きますよ。はい、パパ行ったんでね、よろしくお願いします。ラーメンかうどん、どっち派？ラーメンです。ラーメンラーメン、当たり前だろ。うどんも好き。でもまあね、好きな異性のタイプは？笑顔が可愛い子。声が可愛い人。優しい。ああ、すっごいバーンってなってる人。なに、体だけ。もうセクシーってことね。そう、あ、そう、ボンキュッポン。何歳までに結婚したいですか？30ぐらい。あれも30かな。20代。20代のうち。あ、そうだね。30代前半。
もう俺結婚するなって言われるんやけど、なんでどういうこと？それは性格が…いや、まあ、するなじゃなくてできないのできないよね。もし一つだけ願いが叶うなら、何でもいいですよ。空を飛びたい。どこにでも瞬間移動できるようになりたい。わ、いいなそれ。うわー最強だ。なんかそんなこと考えないでもう幸せになれるようになりたい。心理やめて。顔出しはしない。もうない。これ以上ない。これ以上ないです。まあいつかね。まあいつかいっぱいいっぱい見られたらあるかもしれない。そう、ファンミーティングとか開いたらちょっとマスクとかうざいから取っちゃうかもしれないけど。それってね。そうですね。みんなの口癖は？そうだね。あー俺口癖なくね。え、言ってるじゃんいつも。何？あー人を殴りてー。したことねえよ。やばせー。全員でロリカミレクイエム踊って。せーの、サバタラ逮捕、ゴッツジュネテッコ、1,2,3,4 ごめんなさい、ごめんなさい。テストの勉強法教えて。あーもう紙でやるのめっちゃ嫌いだから全部ネットとかで問題探してやってる。動画とか見ててやってるとめっちゃ取れます。点現代1個だな。現代1個でしょう。はい、59問目。はい、はい、本名教えて。よし。誕生日は9月15。5月19。12月27。2月8。 YouTuber になる前は何してた？会社員です。おお。おお。中学生です。勉強してました。確かにクソバキだったな。本当だ。本当だ。うるせえ。ひどいの今考えたら。うるせえ。日曜日って何をする？撮影だ。撮影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 します。最近イラついたことは？あーこのスタジオ来る前に、うん、腹痛すぎてトイレあところどころにトイレがあったんだけど、うん、全部使われてんのよ。なんかね、うん、トイレね全部入ってんねん。アンチに一言。見てくれてありがとう。うわーいいね。本当にすいません。腰引く。名前の由来は？え、なんかかっこいい名前が分かったからです。でもかっこ悪いろ。ゼアル、ゼアルはかっこいいだろ。今からでも解明する？アトミックサンダーハリケーンとかにしたら。誰？機械すぎるだろ。コラボしたいゲーム実況者さんは？ガチで言うなら、はい、日常組さん。うん、おー同じく。僕も同じくです。一回だけね、あの笑ってはいけないで撮影一緒になったことあるんですけど、おーやっぱコラボでやりたいよね。そうだね。コラボでやりたい。今一番会いたい人は？まあ親かな。ちょっと最近会えてないから。あーあーそうね。中学校の頃の友達かな。違う高校に行っちゃった。ああそれ嫌だね。会いたいです。まあその次の質問がですね、その理由はって感じだったんですけど。めっちゃ仲良かったし、最近連絡取ってないんで、うん、やっぱ会って話したいかな。俺はさっきも言った通り、あんま最近行けてないからですかね。宝くじが当たったら何をする？じゃあこれは、うん、3億円当たった手にしましょう。おぉ3億円。まあハワイ行って1ヶ月ぐらい。うわぁ、おぉ楽しみたいな。うわぁ、お休み。2億5000万ぐらい貯金して、うん、あとはなんか自分の好きな服とか買います。はい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 。なんかゲーム実況に使う全ての機材を買って、うん、でゲーム実況して一生それで過ごしていきたいですね。あーお前らさ、自分のためにバカ。何に使うのじゃん。何？募金。バカバカ、嘘です。嘘です。募金やな。嘘です。嘘ついてます。ルーティーンは何ですか？僕これルーティーンを作らないのがルーティーンですね。あー毎日変わった。同じようなことをしたくない。なるほどね。ですよ。起きるときにめっちゃうるさい目覚まし時計を絶対にセットしておきます。なるほどね。ルーティーンっていうかお前が起きれないからね。確かにルーティーンではないね。よろずやの出会いを教えて。出会い、これはもう出会いもクソもない。僕が募集してこういろんな人面接して最終的なそうですね、子分たちですから。どういう順番で決まったの？僕ギリギリだった、めっちゃ。だって最後に送ってきたから。あ、そうだ。応募ギリギリの最後にゼアル君送ってきた。じゃあ俺ユンちゃん、ゼアル君じゃない？そうだね。小村君はもうなんかマイクラできそうだったから。あ、ゼアル君以外にゴーゴとかいたん？何人か、もう忘れたけどな。だいぶだってもういろいろあったよね。そう、他にもいたし。うん、すっごい。まあだって1期生とかまでいましたからね。そうだね。カラオケのお箱は
何歌いますか、カラオケで。カラオケ行きません。ヨルシカさんのただ君に晴れです。小さな恋の歌です。魔法の絨毯。あーいい。うん、寝つけない時にやってることは筋トレ。自衛隊式睡眠方法。かっこいい。あ、シティフレみたいなところ思い浮かべるですね。そう、体の全てを脱力させるみたいな。へ、えーあります。寝つけない時なんてないんだけど。それは、いやそれは疲れ切ってる時もいるからでしょ。ねえ、そんなのない。倒れちゃうだけじゃなくて気絶してます。冬電はありますか。あります。お、何？じゃあせっかくならあれやろうか。武勇伝、武勇伝ってやる。武勇伝。じゃあゆんちゃんの武勇伝お願いします。はい、武勇伝、武勇伝、武勇伝伝伝伝伝伝。レッツゴー。え、そんな違う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 。言わなきゃダメでしょ。僕はっていきなり始まるじゃない。あれ、そんな感じだったっけ。わかんない、忘れた。もう終わり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 。次次次行きましょう。黒歴史教えてください。小学生の時に、うん、半一で廊下を走った。全然黒歴史じゃない。僕も小学生の時に段ボールが好きすぎて、段ボールだけで学校のクラスの中に授業中一人だけお店を作って、段ボールであのお金を稼いで。なに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 、ホラーエピソード。ホラーエピソード。どういうことは、小学校でなネズミ子やってたの。闇市。ダンボールの商品をダンボールのお金と引き換えて交換したってこと。はい、すべてダンボールでやってた。なるほど。ダンボールさんです。なんかちょっと賢そうに見えるんだけど。確かに。学校で寝ない方法。あー、俺ね、ボールペンとかこう刺してた。うわー、それやったけど意味ないわ。いや、でも結局寝る。ちゃんと寝て起きて。は寝るやん。マイクラでクリエイティブかサバイバル、どっち好き？サバイバル。サバイバルです。俺クリエかな。サバイバル。生まれ変わるなら何になりたいですか？超絶イケメン高身長。まあ身長ちっちゃいもんな。身長は触れないで僕は。うん。愛とお金どっち？これせーので答えよう。いいよ。せーの、お金。何？愛、愛、愛です。お金です。お金だよね。まあ愛の方が大事かな。まあ愛やっても死ぬからな。愛で飯食えんからな。飯食えないけどやっぱ活力にはなるから。身長を伸ばす方法は身長伸ばす方法は牛乳飲んで毎日8時間寝て、ご飯を毎日2合食っても親の遺伝には勝てないので生まれた瞬間に諦めてください。ホラーゲーム好きですか？大嫌いです。ホラー映画は見るけど、ホラーゲームはちょっとしないでーす。これ好き。俺最近ちょっと好きだな。あ、だってなんか黒いの好きじゃん、うん、まあ確かに。俺、ね、そんなこと言うてないけど。違う、個情報だ。次の歌ってみたわ。おー、上がるん。あ、でも上がったのかも。これはもうアイドル上がってるもんね。そうだね、だから冬。あー、冬。12月、お楽しみに。お楽しみに。楽しみに。わかります。この動画がいつ上がってるか分かんないけど。あ、知らんけどね。もう上がってるかも。理想の人物像は？みんなを笑顔にできる人。あー、うん、マジでみんなに対して優しい。それで。それで。その2つで。それって言わない人がいいんじゃない。確かに。みんなでハート作って。ここ、もうちょい、もうちょい下じゃないと。どういうこと？これ何？汚ねえ、なんだこれ。足の小指が痛いです。これって脈ありですか？ないです。何言ってるんですか？脈はあるんじゃない？脈拍があるから痛いから。足の脈はあるんやないか。うん。よろず屋に入って変わったことは？好きなことができるようになりました。おー、それなんか、なんかさ、そのなんか好きなことができてます。なんかブラック企業の CEO みたいな。なんか言わされてる感がすごい。本当ですからね。はい、このメンバーで良かったことは？なんかの要素が別に欠けてないっていうことがすごいなって思います。総合力的に高い。はい、まあ、なんだかんだ真面目に話し合えるとこじゃない？そうだね。マイクラでの特技は？まあ、最近はマップを作ることですかね。おお。俺はちょっとコマンド勉強中なんで、コマンドですかね。まあ、マイクラに被るか分かんないけど、物語を作れるっていうストーリーを。そんなものはありません。はい、次です。 YouTube をやってて一番嬉しいことは？視聴者さんのリアクションが分かるときじゃない？そうだね。面白かったとか、ファンアートがめちゃくちゃ好きで。ああ、そうね。次、メンバーを褒める。すごいすごいすごい。
豆腐さん。次です。はい、適当すぎだろ。バカにしてる。初めて見る人におすすめの動画は？あー、初めて見る人か。初めて、なんか鬼ごっことかじゃない？うん、確かに。うん、企画系が好きな人はよろずやチャンネルで、確かに、その、ね、物語だったり、はい、まあちょっと漫才チックなのがサンドチャンネルに上がってる動画なので、はい、おすすめ、ちょっとね、いっぱいめちゃくちゃ上がってるんだよね、動画マジでいっぱい。はい、全部見てください。お願いします。よろしくー。自分の人生一個だけやり直せるならどこ？まあ、いろいろあったけど、俺変えたいとこないな、別に。俺もないね、今んとこない。あー、でも一個だけ言うなら、部活でしかその学生生活を送ってこなかったから、部活をやらずに勉強だけでちょっとどこまでいけるかをちょっとねやってみたいですね。変わんないんじゃない？変わんないか。変わんないか。すぐやめる。着地が変わんないと思う。すぐ諦める。 YouTube をしていて一番悲しかった出来事は？ランキング見て、直近の動画の10位って書いてあるやつ。ああ、そうね。ここ最近で一番伸びてないですよみたいな。あれは管理画面がこっちの方ではね、見れるからね。丸々に似てるってあると悲しいかな。誰に似てるんだろう。バイキンマンとかじゃない？なんで色味全然違う。バカにされてる。自分の人生一個だけやり直せるならどこ？まあ、戻るとしたら学生時代かな。俺もそうだね。ああ、小学校かな。その理由は何ですか？まあ、俺は野球やってた時に、はい、怪我したから、その時、まあ、それをやり直したらもうちょっと野球できたらかなと思ってます。ああ、なるほど。1ヶ月休みがあったら何をしますか？これはちょっと張り切って答えてもらわないと。これ張り切って、これ一番いいな、その人いいなと思ったら本当に1ヶ月休みあげます。マジ？はい。おー、たくさん。あ、俺分かった、決めた。はい、何ですか？47都道府県回って、うん、悪いね、1個の県ごとに名物を食べる、うん、はい、却下。なんで、たくさん寝る、はい、却下。もっと好きなので、もっと作れるようになりたい。まあ、前からのね。でもね、もうでもそれ休日でやることじゃないからな、うん、じゃあ却下。却下。え、サンドは、サンドは、うん、なんかない。もう却下。休みなしやんけ。休みないで。休みなんてないんだよ。よろずやの目標は50万人。お、いや嘘、100万人。いや俺ね、決めてたことあるんだよ、100万再生の動画出すって。そうだね、ショート動画だったら言ってるけど、普通の動画でね、普通の動画ではまだね、100万再生の動画は言ってないので、うん、ね、あとあれじゃない、急上昇の動画。そう、あ、そうだね、普通の動画、ショート動画はですね、通常動画ね、まだないんで、はい、頑張りましょう。はい、頑張りましょう、はい、頑張りましょう。人生でやっておいた方がいいことは？苦手なことに挑戦した方がいいと思います。体勢がつくので、なんかいろんなスポーツやってた方が楽しいです。何をクソガキが言うてんねん。みんなやってね。とりあえず子供の時に友達とたくさん遊んでたらいいと思うよ。悲しいこと言うな、お前。じゃあ最後俺。うん、あー、そうやな、やっぱなんやろ、やっぱ俺、何、え、わー、はい、届きました。10万人。届けた。すごい。ちゃんと飴ついてるじゃん。すごい。そうです。これはよろずやチャンネルですね。ちゃんとほら飴もついてて。すごいね。はい。本物ですからねこれ。はい。ということでね、多分漏れてなかったら無事100個言ったんじゃないですか。これ100個目の質問ってこと？はい。視聴者さんに一言っていうのが最後。なるほど。100だったので。はい。これで終わりです。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ります。お願いします。イエイ。こうやってやったら令和みたいなね。バイバイ。バイ。何これ。どういう。おい、閉めろよちゃんと。お疲れ様でした。ありがとう。